様、お待たせしました。簡易部隊車両の更新です。最初に入場してまいりましたのは簡易部隊指揮官、施設学校副校長小田秀明総陸佐とその幕僚です。更新してまいりました部隊は、施設共同隊長森山直樹一等陸佐指揮する施設共同隊です。第米下部隊で行進してまいりましたのは、中隊長島崎雄二一等陸意識する本部管理中隊です。本部管理中隊は偵察、衛星、通信、補給を任務とする部隊です。行進車両は偵察用オートバイ、救急車、人命救助システム3型です。続いて更新してまいりましたのは、中隊長海老名大輔一等陸意識する第一中隊です。早いわ。川崎さんみたいだね。第一中隊は、市として陣地構築、障害構成などを任務とする部隊です。更新車両は、道路障害作業車、資材運搬車、延滞掘削機です。続いて更新してまいりましたのは、中隊長、住吉大輔一等陸意識する第二中隊です。第二中隊は主として障害処理などを任務とする部隊です。更新車両は96式送輪走行車、施設作業車、地雷原処理車、リュフト式検査業です。続いて更新してまいりましたのは、中隊長馬場上克樹担当陸佐指揮車両中隊です。
ローザーです。続いて更新してまいりましたのは中隊長片山陽介一等陸意識する水体障害中隊です。障害中隊は海岸線における障害の構成を任務とする部隊です。更新車両は水彩地雷敷設車、油圧ショベルです。施設共同隊に続いて更新してまいりました部隊は中隊長松尾健太一等陸意識する教育直接支援中隊です。東部方面後方支援隊霊下部隊で装備品などの整備を任務とする部隊です。更新車両は戦闘品修理車、施設工作車、重レッカー車です。続いて更新してまいりましたのは自力傭兵3等陸座指揮する国際貢献派遣隊員です。更新車両は TKO などで活躍した軽装甲機動車グレーダーです。なお、9月から12月までの間、ジプチ共和国等駐屯地から7名の隊員が派遣され、建設機械の操作教育を行っています。続いて更新してまいりましたのは、他駐屯地からの参列部隊です。更新車両は、千葉県習志野駐屯地より、第一空挺団の高機動車、埼玉県大宮駐屯地より科学共同隊の NBC 偵察車、静岡県滝ヶ原駐屯地より鈴鹿共同連隊の8級式装甲戦闘車です。関越更新を終了します。